いつも ADMJ TV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いします。はい、できました。できました。できました。すごい飛んでもなんかあんまり上に行かなかった私も。自分でびっくりしたってこれしか飛べないみたいな。そういう時ありますよね。あの写真撮って、すっごいあの若い子みたいな写真撮ったつもりがずんずん置いといて、さあすっごいいいのができてる。ショップチャンネルさん応援ですね、はい、6月24日の日曜日11時、はい、はい、午前中です、午前中だね、はい、久しぶりじゃないこの時間帯、そうですね、いや久しぶりですだよね、だよね、はい、でね、ちょっと待って新作です。見て、見て、はい、素晴らしいものが、なんでこう、力の抜けた仕事を、力の抜けた仕事、あれ何いいものを、こう、頑張って考えよう。この時間にこんな感じでどうでしょうみたいにやると、こんないいものができてしまうっていう時ありませんかお客様。なんか、こう、緊張して考えるより、ふわっと、ね。ふわっと降りてきた。そう、ふわっと降りてきたものをデザイナーにこんな感じが、お願いしたいんですけどって言うと、デザイナーも、あ、そう、ふわっとこんなにいいのかです。なんか、不思議ですよね。いや、あの、今日ここに来て、初めてさっきふわっと並んだ時に、はい、え、何これこれ絶対いいんじゃない？そうなんだ。え、これ何？ショップスターバリューとかって決めたら、ちゃうちゃうちゃうと、はい、今度の11時のこのライブに出てくるアイテムだと。はい、で、今日は確か第2弾になるんだね。これね、はい、配信はね、ショップチャンネルのご紹介のね。はい、ということで、ちょっと、まあ早く見せろですね。すいません。はい、最強師匠。何この形、はい、このハンドル。新しいボストン。はい。しかも、これ、プラティナ。プラティーナ。プラティーナっていうこの色。光ってますよ、お客様これ。そうなん、シルバーです。要するに。はい。プラチナという、ADMJ オリジナルのシュリンクレザー。はい。倒しで、新色としてプラティナが出ました。あ、柔らかいんだよね。実は、はい、でも、綺麗な形。そうなんですよ。何これ、中にあんこパンパン詰めたっていうぐらいなのに。立体的なフォルムを、はい作り上げて。でも、こう、テンファス。はい。で、しかも、ファスナーが、あの通常よりも長く、ここね、そうなんです、実は出しますね、横のワイドよりも長くお作りしてるので、はい、かなり唇開もよく、うわーうわー二人で、人体ザメのように開いてしまい、はい、そして、はい、この内側のね、配色が ADMJ らしい配色でございますが、はい、ファスナーが、ここで、はい、あ、間違えちゃった。こっちでした。この中の、この、これ彼ら？はい。はい。彼らを使われておりまして、はい、色は、ここは、ベージュ？そうですね。トープ？はい。トープですね。で、反対側。皆さんごめんなさい。彼らじゃなかった。彼らじゃない。はい。牛革のサフィアム片押しでした。サフィアムの指定した。またいい革使っちゃって。そしてここがフックになっていて、こっちはマチ付きのポケットで、いつもの通りにこちらの、はい、ストラップも付いております、はい。で、ごめんなさい、もう一回前に戻ります、外側ね。はい、ザ・ビー、セレーネ・グレー・デライトが付いております、はい。贅沢なバッグ。ここだけの秘密ですけど、何？ダブルプライスです。ちょっとインド語に聞こえましたか？ダブルプライスです。ごまかしてるんでしょ？ダブルプライスって。マジで？はい、ちょっとこれ、買いでしょ？だって、ちょっとこのまず、この形&ストラップのこの、あ、持ち手のハンドルの長さ。長さがあるから、これもしかしてまさかしての、パッパパー。はい、久しぶりに聞いたパッパパー。そして、稲垣さん、何よりも、はい、その堂々とサイドには D 缶デカプラス。あ、ついてる。はい。でも、ストラップは？もちろんストラップは付けることはできるんですけど、友のストラップはついておりませんので、はい。別売りのナストルスピガート、ナストルティースピガート、後でちょっといろいろコーディネートしてみましょう。わかりました、じゃあ。ご自分のお持ちのをつけていただくと素敵だと思います。いや、もうめちゃくちゃ使えるバッグだと思う、これ。はい。もう普段から使えてる、そうだね、やっぱりこっちに肩掛けたいわっていうタイプの方にはまたこれありがとうだし、はい、いい感じだね。軽いし。そうなんですね。もっと色見せていいですか？すいません。はい、次いきます。こちらが、はい、色はプラチナでした。はい、そして、続いて、漆黒。漆黒です。ありがとう、はい、漆黒。素敵な漆黒。そうですね。もう、美しき漆黒。この新しいボストンで、はい、漆黒は1個必須かなっていうね。はい、本当ですね。必須アイテムになりそうです、ね。漆黒の色のこと何て言ってたっけ？
信頼の四国。信頼の、そう、信頼の四国だ、はい。はい。もうね、王道のブラックって皆さんが言うようになって、はい。信頼の四国。はい。はい、が ADMJ の言葉でございます。はい、色は中が、はい。ライラック。ライラックですね。はい、で、B の色。はい。はい。B の色はジェット。ブラックダイヤモンドがついております。今 B、また大変なお値段になってるそうで。なんでこんなに、あの、ね、日銀さんが為替介入してくださっても、はい。止まらない、ね。止まらないね。はい。はい、そして、はい、ついておりました。はい、こちらが、信頼の四国です。続いて、真ん中お願いします。はい。こちらが、はい。私の白が、はい、私のなの？いや、それ、公のオンエアでもそういうの。いや、品格の白金でございます。はい。白金の内側をご覧いただこうと思います。はい。シックです。いいね、ゴールドベージュに、ネイビーです、はい。うん。なんか本当に、この白金人気は、年間を通して止まらないんですけど、本当に白でもグレーでもない白金、うんうん、まさに、360度ちょっとご覧いただこうと思います。はい。この美しいフォルム、なんか新しい、本当にボストンが、あ、すみません。そう、底拍シール。底拍シールついてるんで。ついてるんで。後で、はい。あの、後でじゃないあの、お客様ご自身で届いたら、撮ってください。これまだ新しいです。はい、そして、はい、こちらがバーガンディーデライトのザ・ビーがついております。やっぱりね、スワロスキークリスタルを、この寄せの技術で、イタリアのファッションハードウェア社、親子二人、本当親子二人が、うん、ロー付けして、磨い、バフで磨いて、爪止めをしてるんですけれども、あの、時々お母さんとお嬢さんも手伝うっていう、はい、本当に4人家族で、あの、作ってくださっています。はい。手伝ってくれ。本当に。私の白金でございます。白金ちょっといいね。はい、そして、はい、あら白茶。これは、ね、優しい。はい。優しい品のある白茶でございます。こちら、拝見させていただきます。上品だね。そうなんですよ。あの、うん、まあ、白茶は洗練の白茶と呼ばせていただいています。はい、内側ピスタチオグリーンとクラウド。この今回のこのバッグの形がまたその上品さをより表現している。すごく素敵。これ持ったら。そうなんですよ。洗練。あとで、私、ピープルやってみてるんですけど。お期待していい？はい。もう、これかなり洗練された小林久美子が。ちょっと。こういうね、構造なんですよね。少しここが。すごいね、ここね。そうなんですよ。この形どうした？え？はい。すごい。このファスナーをこうね、はい、入れていただいて、あの、ちゃんとこう閉まることもできるし、ここにこの D 缶がついて、ね、こちら、その見えます ?ADMJ のオリジナルのボタン。綺麗ですよね。いや、ちょっと、いいですか、この言葉遣い。やばくないですか？いや、すごいよ。ここのこの綺麗さと。やっぱりディテールの積み重ねが全体の、こう、美しさだったり、ADMJ らしさを、こう、醸し出してるんですけど、ね、なんか、久々にちょっと説明させてください。このね、してる、はい、ハンドルの、はい。ここね。はい。角管もオリジナルで、はい、ADMJ Made in Japan って入ってるんですよ、皆さん。老眼で見えない、私たちですけど。なんとなく惚れてるなと思うよ。そうなんです。これもオリジナル。こういうね、あの、実はありそうでない、もっとカクカクしたものだったり、うん、あの、そういうものがあるんですけど、このね、絶妙な太さと丸さ、加減っていうのが、ない。いや、ほんと今ちょっと改めてここのところびっくりだね。はい、ここのこの丸さと、ここのこの D 缶のこの丸さが、実は同じように重なって見えてくるし、はい、で、そこのところにこの秒ついてるでしょ。そうなんですよ。本当にこの美しい。綺麗。ふっくら感。うん。なんでこんなふっくらできるんだろう。ね、やはりそれは前胴と後ろ胴がこうちゃんと一枚で、ここでよくほら、待ちは待ち、前は前にするとこういうフォルムは生まれてきませんけれども、贅沢に前、後ろ胴をこのサイドでまとめ上げてる。この膨らみがたまらなくこう綺麗に出来上がる、うん、ですよね。でしかもこういう留めるところにオリジナルの金具があるっていうのが ADMJ らしさ。
え、これダブルプライスにしたらかわいそうだよ。そうですよね。やめときます。そんなことできないし。なんでしたん、本当にね、なんでしたんだろう。え、これ絶対いい、このバッグ。そうなんです。ね、定番になりそうじゃないですか。うん。そうなんです。なんかね、新作の、シュリンクレザーで新作って本当 ADMJ なかなか最近は出ないので。確かに。そうなんですよ。オンエアでしかご紹介してないので。本当ショップチャンネル、はい、いいね。ショップチャンネルすごい、ね、ショップチャンネルを褒めてる。ADMJ を褒めてもらっていいですか？褒めてるけど、褒めてるけど、そこで買うのはすごいなと思って。ああ、ごめんなさい。はい、次。はい。次。はい。最後の色。はい。本。本も、はい。ネイビー好きの私にとっては、うん、はい、ありがたい本でございますが、はい、もうね、やっぱり ADMJ のお客様って、紺好き、ネイビー好きのお客様、うん。いや、でもそれは明らかにあなたの影響もあると思いますよ。そんなことないと思います。はい、やはり、こう正統派のね、うん、美しいこの紺というお色を好んでお選びいただいてるっていう。お客様たちが多いんじゃないでしょうか。今回のこの色のラインナップ。ちょっと待って、説明させて。ピンクとオイスターグレーの内側の。絶対だな。絶対そうだな。もう今見てるお客さん分かってるね。いや、ニヤニヤしてらっしゃるよ、皆さん。今。すみません。で、はい、ザ・ビーは、はい、セレーネグレーデライトでございます。はい。はい、さっき私これ、アイボリークリームデライトの説明をしておりませんでした。あ、失礼しました。あ、もうでももうパッと見て、はい、このパッと中にナチュラルに馴染んでいく感じが素敵、はい。ということで、はい、以上ですよね。今全部紹介しましたよね。紹介しました。はい、そして、ゴッド。ピープルやってます。はい。懲りずにピープルやっておりますか。いや、全然懲りないでください。やり続けてください。はい、これ、お写真出ますね、ここね、はい。はい。こちらプラチナ。なんか全身ちょっと濃ゆい、うん、ちょっとデニムが若干に、ね、流行ってるんですよ、もう、ね。世の中のあんまりファッションシーンって私たちにパリコレとか関係なくなりましたからね。何が流行ってるとか一切関係なく自分が着やすいものを着ればいい時代になって。はいはい、で、まあ、なんかライフスタイルの中にデニムってちょっとあるので、こういうちょっとデニムの上下に、うん、プラチナを持ってくると、この、セレーネグレーデライトが少しブルー系のザ・ビーなので、うん、まあ、リンクできるかなということと、プラチナがよりはっきりね、はい、こうバッグとして象徴されて、私のこのうつむき加減。あれヘアメイクはこの日してませんよ。本当、うん、自前カメラがヘアメイクしてくれる。最近の、マジで？そうですよ。これすっぴんで、カメラが、メイクっていうところを押すとメイクしてくれる。すごくないですか？髪はちゃんとヘアアイロンでやってます。いや、全然すごい。今ヘアメイクつけたのかな、とうとうピープルにと思った。お化粧はしなくていいんですよ。すごい。アプリで。すごいですよね。恐ろしい。恐ろしい。すごいね、うん。写真は何も信じられないよ、もう。そう。そうなんです。なんかこれちょっと小林久美子っぽくないんですけど、これ物をよく見てもらうために撮ってます。はい、こっち中を、はい。とは言いつつみんなやっぱ絶対見たい。そして、はい。白茶。白茶。はい。素敵。ね、なんか下かわいい。なんか、こうエレガントなトップスにカジュアルなボトムを合わせて、うん、この白茶を持っていただくと、はい、なんか洗練された、うん、ね、はい、大人の休日を感じさせますね、はい、洗練の白茶の持ち方、はいはい、このレースってなかなかフェミニンになりがちなのを、うん、こうちょっとカジュアルなデニムに合わせて、うん、この白茶を持つと、うん、なんかカジュアルすぎず、うん、なんかね、洗練さを保ちながら、うん、素敵ですね、はい、持っていただけると思います、はい、そしてはい、私の紺。紺。はい。紺はまあ白のワンピースを。やっぱ、うん、今年白が流行ってるみたいですね。あ、そうなんですか。はい、何が流行ってるって関係ないって言いながら。はい、ちょっと見ると白の特集が多いんで。確かに点多いね。はい、うん。白の昔のワンピースを着てみました。昔なんだ。かなり昔ですね。もう10年ぐらい前に着てみました。いいものは長く持つね。そう、うん。あ、でも素敵ですね。ね、なんかやっぱりパキッと。うん。白コンでオーセンテックに合わせていただけるといい感じに、うん、はい、ちょっとポージングを変えてますよ、はいはい、ちょっと違う方を向けるようになりました、ここで、
そして、はい、まだこれちょっと違いますよ。こちらが白金。はい。白金、最近買った、ちょっと短めのレインコート。あ、いいね。ね、雨降った時に傘さしてても、はい、意味なくない時がありますか、最近。もうこの前、びしょびしょでしょ？びしょびしょだし、はい、傘、全然役に立たないの。だから、傘の、何用途っていうか、傘よりもレインコートが大事だなって最近思うようになって、撥水のレインコート買いました。はい。で、普段でもちょっと軽く、うん。素敵なレインコートですね。はい、羽織れるレインコート。はい、うん。ちょっと、やっぱりそういうね、なんか突然雨が降ってくることもあるので、うん、そういう時にでもシュリンクレザー片押し、撥水じゃないですけど、持ちやすいですよね。はい。ユーガーのバッグとしては。何お化粧してないのに、化粧してないすごい。カラコン入ってるみたいになってるし。目の中の光も入れられるんですね、今の。怖っ！本当に？はい、これは入ってないかな。入ってない。いや、でも目すごい。目の中に光も入れられるようなのをプチッと押すとなるんですよ。ごめん。もうね、ちょっとこっちも気になりだしちゃった。やめてほしい。すごいアプリ。すごいね。アプリもすごいけど、うん、でもポーズもちょっとここほら加工できないからね。バッグ見てね。バッグ見てる。はい、でも、やっぱり白金は濃いお洋服を着た時にパキッとね。うん入るので、はい、これバーガンディーデライトなので、ちょっとこう、ラベンダー色のワンピースだとかにも素敵だと、うん、薄いね、うん、ラベンダーとか、サックス系のワンピースにも持っていただくとすごく素敵だと思います。はい、そして、はい、グレー系、うん、もう白金万能、やっぱり、ね。万能か、白金か。そう。あれで、あとは？はい、黒のコーディネートはしていません。してない。ちょっとサンプルがございませんで。にしても今回のこの色のラインナップ、はい、ちょっと、ちょっと。え、何？今ね。また趣味で並べたでしょ、これ。あ、色展開？うん。そう、小林久美子グラデーション。絶対そう。小林久美子グラデーションですよね。ごめんなさい、ピンクとか、ごめんなさい、入りませんでした。ほんと入ってないね、今回ね。素敵。でもね。というか、これだけベーシックなものだから、うん、最初はベーシックな色を揃えていただきたい。確かに。今回この形は初めてですもんね。そうなんです。だからこそ、ベーシックな色の方が、お客様も、はい。多分、使いやすく。新作はベーシックから、はい。いける。はい。どれにしようかでも迷うぐらいに、色は素敵。ありがとうございます。本当に素敵ですね。形もいいし。ね、何色、持っていただけますか？どうする？それに合わせて、ストラップを私がご提案させていただきます。私ね、もうね、さっきこう、ふわーっと見てて、白白と思っちゃったんだよね。白金？あ、白金、白金。白金。じゃあ、白金。うん。白金は、まあ、そもそも ADMJ ではこちらのナストロティースピガートがフィットするものがございますので、はい、こちら、あ、今日の稲垣さんバッチリだな。大丈夫ですか？ちょっとベージュ系の、カーキベージュ系のパンツ。カーキベージュの。そう、これ覚えてる？何年か前のボンサンス。あ、そんな皆さんに見えないか。覚えてるってお客さん言われても下でね、下でやってもさ、全然見えてないから。本当に。本当に。これすごい履きやすくて、うん、5、6枚買っとけばよかったと思うぐらい。本当に便利に履いてる。パンツってそういうのありますよね。私も今日着てるパンツ3本持ってますから。すごく素敵、それも。楽？楽。涼しい。あ、いいね。やっぱこれも涼しいんですよ。いいんですよ。蒸すからね、今日ね。あら、ま、これ、あら、ちょっと、奥様。奥様。さが、このハンドルが長かったから、うんどうする斜め掛けって、ちょっとだけさっき気になってたんですよ。うん、静かに倒れたね、今ね。そう、静か。ほっといても自分で倒れていってくれたから、全然気にならなくて、うん。ね。で、この角度が、お腹、これ多分物入ったとしてもこの角度があるから、うん、全然体の、何当たりに邪魔にならない。ADMJ のオフィシャルオンラインストアのストラップにぴったりじゃないですか。本当だ、本当だ。あ、売ってる？え、オフィシャルオンラインストアでは、はい、ストラップは常時ご用意しておりますので。わかった。ぜひ。そっか。この時の、6月24日のショップチャンネルさんの、はい、オンエアではないんだね。ないんですけど。ないので。そう、はい、D カンプラスになってるんで、ちょっと合わせてみようかなという、はい、提案です。じゃあちょっとここは、はい、この ADMJ TV で見ていただいてる感じで、はい、イメージしといてください。はい。ということで。ほら、これ、何よ、これ。いいよこのバッグは、ね、電話しよっかな。チャンネル登録した。はい。いいですね。うん、これもいいけど、ちょっと黒も。
も気になる。黒、うん、もちろんそれするんですよ。じゃあ、あなたの黒。黒はもうこのね、はい、ストレスがあったりますので、はい。黒でいきますか。いいですか、ありますか、合わせられない。ナストロスピガートとナストロティースピガートありますけど、はい、どっちがいいですか。私、こっちの持ってるからこっちにしとこうかな。はい。はい、今、あんまり持ってないタイプを手で感じておき、はい、おきたい。それ今後のために。何それこの場を借りて、この場を借りて、ね、自分のことを考えるやつ。はい、じゃあよろしくお願いします。いいに決まっとるやんけ。はい、安心するな、ね、本当に使えますよね、使える。あの大きさも多分あのお休みの日だったらちょっと余裕があるぐらいで出かけられそうな今日この頃ですし、うん、いや本当に普通になんか一番使うサイズ感かも。そうですよね、うん、しかも上閉まるし、そうこれちょっと周りに勧めよう、ね、まあ周りにすどういうこと、自分自分もなんだけど、あの、ちょっと、あれいいの出てくるから、絶対11月24日、6月24日、見た方がいいよって思うよ。はい、ちょっとお願いします。じゃあ、ちょっと友達持ちしませんか。友達持ちしましょうか。特別にネイビー。特別に。はい、お許しいただきます。じゃあ、白ちゃんのストラップがないので、はい。ちょっとガラガラになっちゃうかな、私。ガラガラ？ガラガラ？これでもこう例えばこうなっててもこういうつけてやってても私これ好きなんだよね、このダランとした感じも。そうそういう持ち方も可愛いね。ストラップ持ってらっしゃる方はぜひあのご自身で合わせていただいたり、そうなんかチャームの効果、うん、チャーム効果もありますよね。これできるのいいな、なんだかんだ言ってちょっとやっぱり時々これを思うな。同じ形のバッグだけど、うん、こうやっていたらちょっと違う風にも見えるし、そうですね、ね、落ちそうです気ぃつけ、これうん、すごく座りよくない、あ、いいですね、本当だ、私ストラップつけて持ったの初めてなんですけど、私もこれ設定なんですよね、私はやっぱり買ったから次の時に持てるよ、でもこうやって全然違う人です ね、 ね、ありだな、どうする、どれ買う、ちょっと楽しい、ね、私はもう顔色決めてます。え、どうですか、プラティナ、プラティナ登場しなかったです、プラティナだって、はい、ほらかった、ね、めちゃくちゃ似合う ね、 ね、プラティナでしょ、ないですか、うん、これすっごい似合います。なんで今回本当に笑われてしまうかもしれませんけど、ベーシックな色しかなかったのはとにかく、この中で2色選べるじゃない、絶対。確かに。これとこれとかね。うん。明るい色の、明るめので、まずは必要な色1色、ベーシックなのを今回はゲットしていただいて、はい。時間があるときに違う色も展開しようと思います。うん、本当に時間、はい、いつなの、あなたの時間があるときって。それは実は計画してるんですよ、今日。本当ですか、なので、後でこっそり。こっそりどこでだ、今のすまし顔見ました、ちょっとこれ、待って、落ち着いて、改めまして、6月の24日の11時に、はい、ダブルプライスで出てくるのが、この新しい、ハンドルの立ち上がりのサイズとかはまたね、あの、はい、本編のライブでちょっとしっかりと、はい、三本キャスト。はい、そうです。久々、水本ちゃんに。はい、水本さんとは、はい、私ね、スーツっていうアメリカのドラマが、まだね、本当にこんな風に日本版もなくて、そんなにメジャーじゃなかった時に、はい、アメリカのドラマ何見てますかっていう話になった時に、私スーツが好きなんです。小林さん、それすっごいニッチですねって言って、私も見てるんで、スーツの話できる人なんて誰もいないですよねって言って、それでめちゃめちゃ盛り上がった。オンエア前トークがあります。そうだ、はい、じゃあちょっと久しぶりに。ハービー大好きって二人で。そう。ということなので、なんかまあ、はい、そんなね、あの、中井水本ちゃんとも、またこれぜひ、はい、彼女もすごい似合いそうですね。そうですね。明るい色とか似合いそうかも。はい、この辺とかね。ぜひぜひぜひ。そして、はい、まだまだあります。あ、まだあるの。ごめんなさい。はい、もうここまでですでに24分。大変。ちょっと、はい、次行きます。次はなんと、はい。ねむさん、私実はね、何ですか、ある大使に任命されました。自分で、相変わらず自分で。何大使？オフィサー大使。言いたいだけ。言いたいだけじゃん。オフィサー大使に自分で任命しました。オフィサー大使？はい。それはどういう？
このオフィサー。そう、はい、リモン他社のオフィサーの良さを伝える天命だと私は思って、はい、実際私はこれよりも一回り大きい、はい、もうワンサイズ大きい34センチっていうタイプを今使ってるんですけれども、はい、うん、もうね、本当にこのリモン他社のオフィサー、PVC の両側にコットン、うん、PU と貼り合わせてるんですけれども、うんうん、はい、もうね、本当に私たちマジックライトの今虜じゃないですか、はい、でもどうしてもカジュアル感否めないですよね、まあね、まあね、はい、これに変えていただくだけでちゃんとした人にも待ってやめてよ、いや、どうして、いや、マジックライトはすごく便利で軽いからついつい持ってしまうじゃないですか、はい、でもやっぱりなんかちょっと仕事に行くときに、うん、まあちょっとあのふわっと感がね、ふわっと感が、はい、ありますね。でもこうサブバッグとしてだったらいいと思うんですけど、メイン1個のこうものとしてきちんと感があって、やはり、清掃感までいけるのはこのオフィサーなんです。それがサイズ大きくなってもですか？はい、本当で、あのオンエアの時間が午前中だったので、はい、この一番小さい S と M、はい、をご紹介するお時間になりました。うんうんうん、はい、じゃあお色が、まずお色からブラック。はい、ブラックです。これが、はい、じゃあショップチャンネルで出てくるのでは大きい方になりますね。はい。はい、くるっと一枚仕立てなので、軽いね、裏地、そうですね、裏地はついていません。そしてそこはね、しっかり革で、はい、あのきちんとそこを落として、はい、はい、なります。何よりこれの魅力はそのボタン。はい、アンティーク風のボタンを施しています。はい、真鍮メッキを施しているので、この風合いがね、うん、やっぱり金ボタンって人生において私たちの中では、はい、もう大好きじゃないですか。大好きです。もう大好きですよね、はい。ニットにもジャケットにもついたらつい買ってしまう。買いました。ネットをバッグにつけました。はいはい、そしてこの金ボタン、そうなんです。それがイタリアアレックス社の、はい、革紐を使っていて、ネジネジ、そう、ネジネジ、これね、手作業で全部このループを作ってます。すごいね。はい。はい、で、それで、開閉するような仕組み。はい、このクラシック感を、金ボタンのアンティーク風の、なんかこう時代感に合わせて、うん、そしてうち、真ん中が、サフィアーノの方、ごめんなさい、彼ら。はい、のトップで、本体自体は、オフィサーで仕上げています。はい、すごくないですか、中敷きでしっかりやって。中敷きで、そう、これ、ごめんなさい、なんかあのくっついてないから、はい、足を。中敷きでしっかりやから、はい、これの使いやすさもだいぶ皆様もご存知だと思います。で、ここが、ポック式での薄いポケットになってますね。一枚仕立て。本当だね、一枚仕立て。で、口元のちょっとパープル気になりませんか？なるよ、これもしかしてあれですか？はい、バンチナストリーの、はいはい、テープを使っています。このね、ブラックにパープルっていう配色も綺麗ですよね。これおしゃれ、確かにおしゃれですよ。そう、そうだね。マジックライトには表せないの感覚ありますよね。はい、で、エンブレムもマーキス。はい、マーキス、はい。はい。マーキスの白押し、はい、真鍮の金具もマーキスを使っております、はいはい、でブラックがこのサイズと、はい、でちっちゃい方、小さい方で、これ一応中のとこ見てみましょう、ね、はい、ここの仕様は一緒なんですね。そうなんです、はい、うん、よしよし、小さい方は中敷きりポケットはなく、はい、はい、あのね、ちょっと待ってね、こうなってたんです、はい、はい、そうですね、キューブミニっていうあのシュリンクレザーでお客様お持ち、はい、お持ちの方いらっしゃると思うんですけども、ちょっと見えてない、それと同じ、ちょっと見えてない、はい、それと同じ仕様になっています、はい、でここを外すとこうなって、ね、形がこうなるんだよね、はい、船型になります、はい、こうもできるし、こうもでき、アンド、U、はい、B 缶プラスがありますので、はい、クロスボディも缶、はい、できちゃう、はい、で中もスポーンとなって、なのでね、お荷物小さい方は、少ない方か、うん、小さい方、はい、こちらで十分で軽いですよね。軽いね、はい、そうだよね。でこのオフィサーっていうのは中に PVC がこう入ってるので、撥水ではないんですけれども、雨が降った時に中まで濡れてこないという、ね、うん、あ、そうなんだ、はい、そうかそうか、じゃあもうまさに今欲しい。そうなんですよね。これが、今お見せしているのがブラック、ブラック、はい、はい、隣
そして、はい、ネイビー、はい、お願いします。まあ、金ボタンといえばネイビーですよね。ネイビーの、はい、このアレックス社の革紐もネイビーになっています。うん、この真鍮のこのふっくらとしたボタンがやっぱりコレクションの中では他のオフィサーは実際リアルなアンティークボタン使ってたりもするんですけれども、はい、これは、アンティーク風に仕上げています。これ1個質問していいですか。はい、どうぞ。このこう出てるのと出てないの。出てるのが、バルクでございます。あ、量産です。こっちね、サンプルなんです。あ、サンプルなんですね。はい、はい、すいません。ということで、ちょっともしかしたら、はい、皆さんここがリボンみたいになってます。これもそうですね。そうですね。はい、はい、そしてこのように、はい、違うのテープが、ライムグリーン。やっぱりこの内側のポケット、うんうん、ここスナップボタンなんですけど、外側から見るとほら、なるほど、ちゃんとステッチがポケット一枚仕立ての証ですよね。そうだね。でここにきちんと秒がついて、ここのスナップが、内側のポケットのスナップが、ここには ADMJ のボタンがしっかり施されて、普通だったらこれって裏舞台裏じゃないですか。はい、それが舞台裏がもうまるでデザインのように綺麗に仕上がるのが、なんかもう恐ろしいほど美しい ADMJ。 バックが笑ってますよね。ああ、すごい、本当だね、にっくりだね。うん、いやー、すごい。こちらがネイビー。びっくりする。うん、もうね、ネイビーね、組み合わせ。なんかこうコーディネートを持ってるだけで、うん、やっぱりなんか背筋が伸びるような美しいオーセンティックな、うん、ちょっとなんていうのかな、クラシックなイングランドの感じがするわけですよ。はいはい。そしてネイビーこちら、これ一年中持ってる。そうですね。うん、そしてこれがこのような形になり、なんかもうちょっと形づいてしまってますけど、こうなって、このサイズまたいいでしょうね。そう、なんかやっぱり絶対的ファンいらっしゃいますよね、これね。一個持ってると、うん、これってやっぱADMJ のミニトートがこう永遠なの。ほらほら、スマイルマークのように。スマイルマークだ、本当だ、笑ってる。笑って。はい。ハッピーですね。はい、いいですね。これがネイビーでございます。はい。そしてこちらがサハラ。サハラね、サハラブロンズ。はい、素敵ですよね。ブロンズが効いた、はい。シュリンクレザーはブロンズ。うん、そして、やっぱりブロンズとこのね、金ボタン。はい。そしてブロンズの、革紐は、アレックスの革紐はブラウン。そしてなんと、バンチナストリーは、なんともクラウドのような。うん。ペパーミントグリーン。イタリアの会社でしたっけ。はい。もうやっぱりその色出しがなんかすごいですよね。昨日もちょっとその材料屋さんが来て、ええ、なんでわざわざこれうちもやってますよっていうふうにおっしゃってるんですけど、ええ、日本にある色にない色を入れてるんですって。実はこういうテープって、こういうファスナーのこういうテープの色っていうのは割と日本、この YKK さんの色に揃えて作っていたりするんですけど、その色にない色をあえて ADMJ はイタリアから入れてこういう配色にしている。同じで小林いわく、同じ、ここがね、同じピンクだったら変でしょって、これあえてうちは違う色にしてなんか職人さんもこれ本当に ADMJ TV だからこの長い時間かけて説明しちゃいますけど、ここって表とこのテープと一気に縫わなきゃいけないんですよ。で、しかも、そのテープの色の糸色、こっちの糸色は違うわけですよね。裁縫して、裁縫したことがある人わかりますよね。ってことで、上糸と下糸は違う。違う色。で、一気に、ここはまっすぐ縫わなきゃいかん。ここのテープは外しちゃいかん。いかん。本当に納品できないものたくさんありました。もう目が膨らむほどの大変さ、うん。そうなんですよ。やっぱりこれが、これを作ってほしい、これが現実的に叶えられたら素敵なものができるよねっていうデザイナーの頭の中を職人が具現化する。うんうん、だからこそ顔と顔を合わせてメイドインジャパンでお作りしてる。うん、なんかあえてここをね、ふっくらこういうちょっと、ちょっと丸みがあるんですよね。そうなんですよ。硬い
しっかりとした張りのある素材なんだけれども、うん、あえてここを、普通だったら、この折ったところをピタッとね、なんていうの、硬く、ピタッと、のりで、ピチッとしてしまうと思うんです。でも、それをあえて、このバッグのフォルムと、この張りと、この感じを残すために貼っていないから、余計合わせて縫うのが大変なの。貼っちゃえばいいじゃん。ふわっとしてるでしょ、ふわっと。貼って、プレスで押して、そうすれば動かないから、上糸も下糸もきちんと縫えるに、これふわっとした、残しながらつつ、ずらしちゃいけない。もうね、ほんとごめんなさい。そりゃ大変でした。職人さん。もうね、本当に小林さんの小林デザイナーに恐怖すら感じる。すごいよね。この前、私 YouTube で、うん、まあ、そもそもなんかちょっと、それは家族自慢ではないんですけど、はい、IQ が高いらしいんですよ。いや、そうでしょうね。IQ の高い人の、はい、何こういう症状、症状っていうのかな、はい。こういう傾向にありますよっていうのを、はい、こう YouTube でお医者さんが言ってたんですけど、その通りで。怖い。こうなっちゃうみたいな。こうな、ついついこうなっちゃうっていうのは、もうね、全部当てはまってて。すごいね。でも、そう、だからイライラしがちとかさ。そういうのもあるんですか？だって自分では当たり前のことが、なんでこの人わからないんだろうとか、イライラしがちとか、うん、そういうのが全て当たってて、うん、あ、本当にごめんなさいね、みんなって。みんなってことはないか。まあ、うん、そういう、でも、これが全部頭の中に入ってるんですよ。うん、作ろうと思うときは。いや、でも私ね、本当に DMJ に出会ってよかったなって、多分お客様も思っていただけてると思うんですけど、これだけちょっとこう、自分には想像もつかないような色の組み合わせとか、出来方、出来栄えとかをずっとこうしてここ数年見させられてて、言い方いい悪いけど、見させられてて、で、見てるうちに、なんかちょっとこう、自分も感性をこうやってなんか、いつの間にか刷り込まれ見せられてる感、うんかもしれないなって思うのは、ふとちょっと違うお店に行ってないと言われてる、はい、全然響かないって思うようになったんですよ。多分前だったら、どれでも思うって思ってたのが、あ、なんか違う。だって、あ、これ違うもん、こんな色つまんないなとか、ちゃんとなんかこの ADMJ の色を、こうなんとなくこう自分のこう細胞の中に、もうこうすり込んできてるのかなって、出会えてよかったなと思う。なんか松屋のお客様でやっぱり最近ご出産されてまあ、たまたま違うところのお財布を買ったんだけど、でこれ使ってるんですよって言って、素敵なクロコダイルのお財布で、全然一般的に売られているものだと思うんですけど、なんかときめかないんですよねって使っててもって、うんうん、でやっぱり私も ADMJ のお財布もちろん使ってるんですけど、スネークとアールデコ のシルバーのやつなんですけど、持ってて見るたびに、はあ、どうしてこれなんだろうって、どうしてこの組み合わせなんだろうって思うたびに、なんかこう、まあ、今日小林はもっと丁寧に生きてくれって朝礼でね、みんなに言ってたんですけれども、丁寧に生きることで丁寧に仕事ができるから、もっと丁寧に生きてほしいっていうことを言っていて、まあ、私は本当に丁寧な女じゃないんですよ。もうガサツなぐちょぐちょっていう、ぐちょぐちょぐちょって感じなんですけど、まあ、本当にもうそういう仕事ももっともっと丁寧にしなきゃいけないな、お客様に届く商品がもっともっと丁寧にしなきゃいけないなって、スタッフがもっともっと思ってくれたらもっともっといい商品ができるなって思っている次第なので、まだまだ未熟な ADMJ37 年38年目をまもなく迎えようとしていますが、まだまだ何百年経ったね、ラグジュアリーやそういうブランドにはかないませんが、少しずつデザイナーの頭の中がこうやって具現化して、それを職人さんたちが少しずつ腕を磨いて、メイドインジャパンが成り立っている経過をお客様に見守っていただけたらなと最近は思う次第でございます。本当にオフィサー大使、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、もうじゃあ今回は、はい、この6月24日に、はい、先ほどのちょっともうめちゃくちゃ使いやすそうな。めちゃめちゃ使いやすそう。うわぁ、ありがたいね。ないからね。なんだっけ、なんだっけ、あれはシュリンク。そうですね。シュリンクレザー片足の。片足のザ・ビー。ザ・ビーのボストンバッグ。はい、と、今回オフィサーを第2弾ということでご紹介しよう。今回のこのオンエアに関しては第1弾、第2弾。はい。終わり？終わりでございます。はい、ということで。1時間の。はい。ですね。なので、2回の配信に分けてお届けしています。本番は6月24日。はい、
11時から、月曜日ですね、はい。11時からなので、ぜひご覧くださいませ。はい、ということで。ちょっと最後にオフィスは持ってみませんか。ああ、そう？でも時間が相当経ってるから、閉めようかなと思って。ちょっと持ってみたい姿。友達持ちしましょうか。友達持ちで。私これかな、今日は。どっちもいい。どうしようか。ちっこい方もどうかな。ちっこい方ね。ネイビー持ってみようか。はい。はい。いいね。はい。今日どこ行く？一緒に行くんだっけ、どっか。振られました。さよなら。そんな、なんかね、はい、大小でね、お嬢さんとお母様持っていただいても素敵だと思いますし、お友達と持っていただいても素敵だと思いますし。多いよね、あの、お母さんとお嬢さんで お買い物行かれてる方ってね、はい、世の中ね。そうですね。そうそう、でも、なんかお嬢さんは、あの、ちょっと高級ブランドの、あのバッグを持たれていて、お母さん ADMJ って多くないですか？あかんで、でももう少し経ったらこっちの良さがわかるで。もう本当これはね、はい、本当に素晴らしいので、こういう物語をぜひ聞いていただける機会があったらなと思います。はい。今回はいいですね。今回はいいね。うん、あのね、色の組み合わせがすごい。中覗いた時に本当に。気持ちが上がる。黒を持ってみて。いい？黒、もちろん黒いいよ。ああ、安心ですね。私実は黒を使ってるんですよ、ね。あ、そっか。あの、マジックライトネイビーだから黒にしてみました。もう本当にちゃんとしてみます。うん、わかった。ちゃんとする。はい。そうですね。はい、なので、ぜひお客様も、チャンネル登録、そしていいねボタンを押していただいて、はい。ADMJTV 引き続きご覧いただけたらと思います。はい。今日もご視聴ありがとうございました。